でっかい声で客席に聞こえるように公演の最後にみんなオービルズ言ってもらうから、ここで一旦耳に入れといてもらいましょう。行くで、 We are オービルズ。テンション爆上げの掛け声から始まりました We are Orbils Vol.4。 そんな公演の舞台裏では自然体のメンバーの姿がたくさん撮影できたみたいです。ビジコンビです。一番可愛い、はい、一番可愛い、はい、こっち撮ってます。出た大型トラックがなんか言ってる、はい、大型トラック一番可愛いとっても可愛い、とっても、とっても何？とっても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 タイなんで、ここには私も頑張ります。みんなめちゃくちゃリラックスしてますが、こう見えて本番5分前です。動画よ、動画や5分前、これで全部電車動いてきた、なんか少ないような気がする。まあ電車デモテープと同じぐらいの動画です。はい、恥ずかしい。1回目の公演直後、ステージ上でプチ反省会をしました。明日来えへんとかやめてよ。いや、デジャブですよね。デジャブや。なあ、もう俺この3人マジで可愛い。明後日から全員行こうな。インテンポになるんやんか。めっちゃ引っ張っていこうとしてる感じがして、リナがカメラに気づいたみたいです。動画よ。よよよよ、ごめんなさい。そんなに OK、 じゃあごめん、何やらめちゃくちゃ楽しそうに会議してますね。何の会議なんでしょうか。これ何でもいいです。あ、はい、で、これを33でやるんですけど、一方その頃、私たちカラーガードパートは振りを再確認中。公演の合間にはそれぞれ息抜きをしていました。動画です、動画です。ご飯を食べていた仲良し4人組のところにお邪魔します。動画撮ってるのはオムライスです。昼のお弁当です。こっちには香織とアスカが。こちらにはニコニコのチッピさんも。ミータンとサホさんもいましたよ。TikTok を撮影しようとしている6人。で、こう3人天国チーム、天国チームドリルで、天国チーム、いや、地獄リナ、あんたはドリルチームやで。ありがとうございます。皆さん、たくさんの差し入れありがとうございました。私も美月と一緒にたくさんいただいちゃいました。ちょっとぐらい反応してもらってもいいですか。いるだけやと思ってた。お菓子に夢中でカメラに気づきませんでした。本当にごめんなさい。 TikTok の撮影が始まったみたいです。いきます。 5、6、7、8。
いいよいいよいいよ、あの全部音入ってるんで開会やめてください。開会にします。じゃなくて一斉のでいいで、いきます、いきます、せーので。完成した動画はぜひオービルズの公式 TikTok でご覧ください。もぐもぐタイムのほのかを発見しました。そこらに落ちと携帯見たって、アスカの携帯がないって今流れてる。なんか好きかもしれんから、どうしよう、トラミキちゃん。え、そんな、トラミキちゃん。じゃ、商品紹介してあげてよ。あ、もうスプーン入れちゃいましたけど、こちらがオムライスとなっておりまして、こちら付き合わせのパスタ。パスタちょっと苦手なんですけど。こちらがですね、何ですか、唐揚げ。これ唐揚げかな。唐揚げ。このソースは何にかけるんでしょうか。で、これはひじきですね。はい、美味しそうです。あとそれは何ですか？え、食べかけのお酒弁当です。そぼろご飯。なんで四季をチョイスしたんですか？え、こっちのが高そうだったから。やだ。オムライス。おしゃれ。またまたリナがカメラに気づきました。オムライス。全然ご飯。オムライスやな、オムライスやったな。私オムライスなんで。これも。TikTok の撮影はドリルじゃない方のチームにバトンタッチしていました。いっせーので。ユルモアが面白すぎてみんな大爆笑でした。こちらも完成した動画は TikTok でご覧ください。ビアオビーズボリューム4開催ありがとうございました。ユルはこんなん言ってますけど、まだ全然終わってないです。続いてはリナとユイの2人で何か撮影するみたいですよ。リハーサルを何度か繰り返し、全然できないリナと完璧なユイ。一回じゃやりますね。3秒で。3、2、1。はい。めっちゃいい。まさかまさかの一発 OK 動画がこちらです。TikTok の撮影を終えたゆるにカメラを向けると、いぶりがっこ ASMR。 以上です。こちらでは1回目公演でライチャが行った自己紹介が話題となっていました。楽器持ってんねんからめちゃはできへんけど、トップバッターライチャですごいことになってたから、見たかった。すごいな。
そこで涙落としてる3ピースの方からもってこれもっとみんな目立ちことしてくれ泣いてるのやばかったで、誰も爆弾してるいいじゃん途中で出てきたらまたありかと思ったけど序盤はええから何してるのもう一回やったってたかしょえいちゃんライチャー、さすがです。自己紹介、私もめちゃくちゃ悩みました。ドラム止めてる姿が、まあ、可愛いみたいな、ちっこくでドラでっかいのに頑張って止めてるのが可愛い言うてたのがこれ。そうこれ。それもトップバッター。これ？これ。トップバッターでやる度胸。すごいぞ。あの女何？ハッシュタグできそうやな。ライチャ側転。ライチャ側転。トレンド入りするかも。なんかないね。いや分からない。俺分からへん。あ、あのロイカーの時結構暴れてる。分かっちゃいました。私正解を見つけました。一旦見て。いいの見せてください。スーザン、昼間。ロームの時なんか。携帯取り出して。パシャ。あ、待って。これは。すいません、もう誰にもあげないんで私のなんで今著作取りました。はい、あのなんて言うんですか、あのあれ出しました、登録商標。商標登録です。惜しいね。あ、僕あのおいしいシルクラブとかずっと危ないしらしいです。今からあのかまぼこ入れてダンスしよっかって。あ、もういっちゃん可愛い。ちょっとみんなこれ俺もやる。はい、3、4で、あの、1に待ってもらって、3、4で、こっちに。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。何これ？いけるじゃん、これ。いけるかも。よし。音楽かけたら音楽かけたって。このあとみーたんとも撮影して完成した動画がこちら。二人にカメラを向けてみると、かわいいことを言うという謎のゲームが始まりました。こんにゃく。ちょっと可愛かった。ほんまに何これ。影穴から帰ってきた私も巻き添えに。何の言葉でもいいですけど、可愛い。どうした？ごめん。配慮の話。ごめん。毛穴入ってきました。何でもいいです。剣玉？剣玉でいいです。手本。あと4分。タピオカ。タピオカは言葉変わるから。剣玉にしてよ。あと4分やろか。違う。4分。はい。お前らうるさい。2回目の公演なのでちょっと油断しがちになることが多いですよね、これね。そう、はい、あとはね、コロナの規制が
ないパターンやから、客席にギュッとお客さんを集めてるのよね。だからちょっと今までと見栄えが違くてテンション下がってしまうみたいなことにならずに、お互い、まあ、ステージの上でとりあえずみんなで音楽一緒に楽しもうよ。それで OK。 ただただ音楽楽しんでいきましょう。ちょっと集中して頭切り替えて、楽しむことも大事、ちょっと集中しつつ公演やっていきましょう。はいはい、はい、さっきの1回目の公演、まあ、お客さんがまばらいのかちょっと穴が開いてたのでテンション下がったもこっちで見てて分かって、でも3ピースがガンガン行き始めるとそれに乗っかる形でぐーっとテンション上がっていったから、初めからあのテンションでいかないと中川の面白さっていうのかな、それが向こうへ伝わるようにしたいなと思ってるから、音楽に集中はしてください。もうちょっと余裕を持って音楽中にもうちょっと隣の、熱を感じてほしいな。そしたら多分顔も合うように目も合うようになってくる。音楽はちゃんとやりましょう、はい、精一杯のことをやりましょう。はい、OK、 はい、はい、いいよ。1日目終了後、カメラが私の元に。ツアーのミシャルが終わってます。大丈夫でしょうか皆様。汗だくですけどね。でも私人より多分汗かかないんですよね。やっぱ代謝悪い。本番で水死ぬほど飲んでるから汗かいてるけど、普段は汗かかないです。絶対さ、おしっことかんとか知らない。理想と現実みたいな感じなんで。現実やし、私は一番1時間半戻した人の人ほんとすっきりしてるよね。30分ぐらい見てこの髪の毛のボサボサ具合、見て私のこの今日もしよう。そんなだよ、そんなだよ。いつももうお風呂上がりみたいな。では公演が終わった感想を。楽しかったですね。楽しかったです。2部最高でしたね。ちょっと甘くいってよかった。いや本当に楽しかったね。でも考えてみたら明日がある。明日もある。2日間4公演ってめちゃくちゃ長いなと思ったけど、1日目めちゃあっという間に終わった。めちゃ早かった。てか2公演目めっちゃ早かった。うん、確かに。明日への意気込みは、私はバーレス。あ、でもそこもう大丈夫、大丈夫。ちょっと生放送じゃないからこれ。やばすぎる。ね、一部と二部で違う違う、1日目と2日目でガードショーの内容が違うので、そこは新たな試み、今日中にちょっとどうにかしないといけないっていう問題があるんですけども、まあ頑張っていきましょう。マジお疲れって感じです。疲れ。なんか遊べるんだ。ちょっと汚誰のか分かるようにしてるんです。奥までこんなんそれじゃないでしょうか。汚みんなは公演終わってどうでしたか。まあ仲間を信じるってことですかね。でもほんまにあっち一回どんだけ間違いない。めっちゃ間違いない。めっちゃ間違いない。ほんまに間違いないです。これは仲間を信じるっていう、全然聞いてないですけど。こっちは全然違う話をしてたみたいです。一人だけずっとこっちも聞こえる、こっちも聞こえるから。ごめんね。公演終わってみてどうでしたか。初めてのボリュームなんだよね。はい、めっちゃ楽しかったです。明日もあるけど、明日今日よりももっといいものを明日できるようにしたいです。はい、どうでした。めっちゃ楽しかったです。
楽しかった。明日は明日はもっと楽しみます。イエーイ。終わってどうでした？楽しかったです。私も踊りたかった。踊ってました後ろで。サウがめっちゃ踊ってた。めっちゃ踊ってる人。なんか踊る人なんかなと思うぐらい踊ってた。明日の意気込みはもっと踊ります後ろで。え、そっち？まさか。踊ります。はい。公演が終わった感想を。まあそうですね、やっぱりちょっと一部いろいろトラブルとかもあったんですが、まあみんなね、その2部までの間でできることをやって、まあ、2部はもう少しいいものをお見せできたのではないかなと個人的にはすごく思います。で、明日も一部2部と備えているので、しっかりと今日の夜は寝て、復習もしっかりしてね、明日に臨んでいきたいなと思います。ありがとうございます。そう、この2人は聞いたんで。公演終わってみてどうでしたか？あ、なんとかやりきりましたよ。超楽しかったです。明日はもうあと2回しかないので、今日よりもいい公演にできるように頑張ります。ちょうど3人がいる。あと後ろ、リナ。あ、化粧してる。化粧してないよ。化粧してない。ソリナは可愛い。可愛い。気分調子乗るんだ。ちょっと。もう着替えてください。可愛い。はい、今日の公演いかがでしたか？楽しかったです。楽しかったです。楽しかったです。マネしんといて。マネしんといて。ほんまに何の茶番？明日も頑張ります。せーの、アービルズ。すごい即興で合うか、ポーズ合うか、チャレンジな。せーの、アービルズ。なんかショッキーしちゃった。あとで下は見えてなかったよ今。アービルズ。何これ何これ何これ、これやろ、両手やった、シンプル。これやろ。いやいや、それ、いやいや、これの方がないから、一人でハートしてたし。こんな感じでね、同期が集まったらすぐふざけ出します。ありがとう。ありがとうございます。あ、着替える途中だった。やばいやばい。あ、そう。ないで。今日の公演どうでしたか？楽しかったです。でも1回目だったんで、まだ2日目、また頑張りたいと思います。すごい、明日の意気込みまで込めて。もう最高でした、今。真っ黒です。めっちゃ食べちゃう。差し入れをいただいていた4人に直撃。もぐもぐしてる途中にごめんね。公演が終わった感想を。楽しかったです。ちょっと緊張しました。ちょっと緊張どころじゃない、だいぶ緊張しました。手汗が、うん、そう、手汗が良かったです。舞台裏でずっと犬でこうやってやってました。手振って乾かしてました。よく合わせ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 。じゃあ明日に向けて、ご飯食べて曲げます。楽しかった。あっという間でした。側転すごかったね。はい、明日はどうしようか。明日も頑張ります。頑張ります。久しぶりすぎてめちゃめちゃなんか自信持ってできなかったです。明日絶対今日完璧にして明日もっと成功させてもらいます。今日の公演どうでしたか？あの2部はすごい短く感じて、なんかあっという間でした。なんか一部のシングル編はちょっと足大丈夫ってなったんですけど、ダメですか、ダメかな、なんかあ疲れ溜まったけど、2部普通だったんで、まあ、明日もなんとかなりそうです。バイバイ。バイバイ。はい、ステージでは見られない姿いかがでしたか？もちろん2日目の様子もまたお見せしたいと思います。今回のナレーションは彩香が務めさせていただきました。バイバーイ。